博士，请坐。别担心，今天是重要的日子，我只是来看看大家的情况。晚上好，屏幕前的各位。正如凯尔西所说的那般，今天是个特殊的日子。感谢大家来到明日方舟2023感谢庆典，我是凯尔西的中文配音演员刘雪。一转眼，明日方舟已经与大家一起度过了4年半的时间。如果从更久远的初次见面算起，凯尔西与大家并肩同行了5、6年时间。这位罗德岛医疗部门负责人的性格已为大家所熟知，而他神秘的身世背景也在一一揭晓。了解他走过的那些漫长时光，是否让大家觉得他与大家的距离比以前更缩短了一些呢？无论如何，相信他一定会陪伴着罗德岛，陪伴着大家一起走下去的。晚上好，博士。与您一同参与今日的盛会，是我的荣幸。我是异客的中文配音演员张福正。异客也与大家认识很久了，大家对于这位干员有什么看法呢？最开始了解到的是他幼时的遭遇和来到罗德岛的经历，后来随着剧情的展开，大家也对他在萨尔贡黑市里的经历有了一瞥。艾利奥特用漫长的时间完成了复仇，失去了目标，来到罗德岛之后重新找到了一些意义。在这里要特别感谢各位博士对他的关照，也希望艾利奥特，希望明日方舟能够继续陪大家走下去。各位博士晚上好，我是干员重月的中文配音演员赵岭。重月呢，作为穗阵营的大哥，虽然在今年年初才与大家见面，但是各位博士呢应该已经领略到了他独特的人格魅力。他既是重情重义的将士，也是关照弟弟妹妹的兄长，既会与朋友欢聚一堂举杯庆祝，也会在战场上对敌人凛然呵斥，行不成形，意不在意。同时呢，他也是博士的故人与知己。伴随未来穗家故事的展开，相信大家能看到更多穗阵营干员的大展身手，还请大家保持期待。博士，今天的成功又没有看到你。哦，是因为今日有庆典吗？那么其余的事情待明日再说吧。哟，博士你来了，问我拿的是什么？一点土豆而已，吃点吗？要不帮我给伊内斯和赫德雷烧点过去。土豆的事先放一边，现在还是得先欢迎大家收看感谢庆典，我是阮从青，很高兴能在明日方舟中担任 W 和双叶的中文配音演员。这两位都是战士，但性格差距比较大。双叶是一位酷酷的女孩，正逐渐从少年时的痛苦中走出来，而 W 的性格虽然狂放恣意，但也有不少细节的地方捉摸不透，想必各位博士对她的行为会有不同的理解吧。总之还请继续喜欢这两位角色，继续支持明日方舟。以后这种我该担负什么责任的考量就交给你了。博士你在躲着我？莫非今日有如此盛大的庆典，却不打算让我也同去吗？大家好，我是红海天，霍尔海雅的中文配音演员。虽然早在绿野幻梦时期就有过登场，但霍尔海雅是在4周年之际才来到罗德岛的干员，可以说是大家的新朋友。不过呢，霍尔海雅由于种族特性寿命不长，对知识和历史抱有很深的执念，也因此对身份神秘博学多识的博士非常感兴趣，经常流露出探寻的姿态。也许在往后的时间里，博士可以帮助他解开执念与谜题。还请大家多多关照霍尔海雅，多多支持明日方舟。みんな、そろそろパーティーが始まるよ。こっちこっち。ドクターの皆様こんにちは。天人科の日本語ボイス担当をしております下地志乃です。アークナイツ 4.5 周年おめでとうございます。パチ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 。皆さんご存知、天人科は自称大将軍の背の小さいルリンの子となっております。ゲーム内ではとっても活躍していると聞いておりますけれども、ドクター、
あたしちゃんと役に立てた？というセリフが馴染みのあるセリフになっているドクターにとっては、天人間はまさに大将軍という存在かもしれませんが、もし、みんな、逃げるよ！の方がよく聞くという方は、かなりチャレンジ精神旺盛なドクターさんなのかもしれませんね。いつも、プレイしていただいてありがとうございます。これからもアークナイツ攻略のお供に、天人化をぜひよろしくお願いいたします。おいおい、なんでこんな集まってんだ。あ、みんなパーティーに行くのか。へへ、イフリータ様って呼んでくれたらここを通してやってもいいぜ。ドクターの皆様こんにちは。イフリータ様の日本語ボイス担当の花森ゆみりです。アークナイツ 4.5 周年おめでとうございます。きっとイフリータ様は今も元気よく肉を焼いていると思います。戦場ででも戦場以外でも。ドクターの皆様はきっと彼女のバーベキューの腕前が印象深いのではないでしょうか。イフリータ様は初期から実装されているので皆様とももう4年以上の付き合いとなりますね。ね、この4年でこの子は少しずつ成長していって少しずつ頼もしくなっていると思います。これからもずっとイフリータ様の成長を見守ってほしいです。末永くアークナイツのことを、そしてイフリータ様のことをよろしくお願いします。ドクター、今日はパーティーの日だ。クロージャさんが全身武装はやめろと言うからローグを脱いできたが、これでいいか。ドクターの皆様こんにちは。マドロックの日本語ボイス担当の内田真彩です。アークナイツ 4.5 周年おめでとうございます。ウォルモンドで登場以来、マドロックは皆様と長い間共に戦ってきました。きっと皆様はもうこのみずみずしく麗しい我らが猿数のお嬢さんことマドロックと深い絆結びましたよね。ちょうどメインシナリオでもまさにマドロックの故郷であるカズデルの謎に迫っているので、ぜひマドロックと共に猿数の未来を見守りましょう。引き続きアークナイツを楽しんでいってください。ドクターの皆様こんにちは。イネスの日本語ボイス担当の常松あゆみです。アークナイツリリース 4.5 周年おめでとうございます。イネスはイベント闇夜に生きるから登場したキャラクターです。同じ時期に登場したイネスの仲間ヘドリーも先日のメインストーリー更新でようやくロドスに来てくれましたね。イネスは生粋の戦士ですが、戦争に溺れることなく戦いの意味を考え続けています。こうした気質ゆえの頼もしさもあるので、ぜひ戦場で彼女の進化を遺憾なく発揮させてください。そしてこれからもアークナイツの応援よろしくお願いいたします。みんな浮かれているわね。めったにないお祝いの日だって言うならば、戦場から離れていられる時間を大事にするといいわ。イグゼクターの日本語ボイスを担当している近藤隆です。ドクターの皆様、アークナイツリリース 4.5 周年おめでとうございます。かくいう私自身もそのドクターの一人でございまして、日々皆さんと共に理性を消費しながらロドスでの日々を楽しんでおります。イグゼクターは生徒に選ばれまして、新たな威嚇電撃士制約イグゼクターとして活躍することとなりました。ドクターのために設置する罠も地雷から電気柵へと変化し、執務室の警備も万全の体制にアップグレードされています。そんなイグゼクターをこれからも可愛がっていただき、末永くロドスでの日々を過ごしていただけたら幸いです。これからもアークナイツをよろしくお願いいたします。ドクター、本日は重要な祝賀パーティーに出席されると伺っています。ドアの電気柵は先ほど解除しておきましたので安心してお通りください。それでは楽しい一日を。